皆さん、こんにちは。京都生まれ、京都育ち、今も京都に住んでます。久美着物リクリエーターの久美子と申します。どうもよろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと梅雨の中休みといいますかね、外は結構ね、いい感じで晴れてる感じでございます。でですね、前回ね、ちょっとその告知動画ということで、そうです、もう今週なんですよね。6月10日に着物お手入れチャンネルの、森本さんのね、選手後補正森本さんの、ライブ配信に参加させていただくということで、結構ね、私もいろいろ準備しております。でまあね、その中でどういうことをしようかっていうのもちょっとずつね、また皆さんに後ほどね、お話しさせてもらおうと思います。で、本日はちょっとね、またこれからの季節、皆様にこのアイテムもね、結構ね、今まで動画の中ではさ、そうです、お話はさせていただいてたんですけども、ちょっとね、そう、単品ではまだご紹介したことなかったアイテムですので、ぜひそれをね、皆様今からね、ご紹介させてもらおうと思います。それではスタート。はい、ということで、本日ね、ご紹介させていただきますアイテムは、そうなんです、うちオリジナルでね、ちょっとこういういわゆる洗える襦袢に、そうなんです、手書きでね、柄を描いたものをちょっとご紹介させてもらおうと思います。ちょっと今回このね、そうなんです、襦袢はすで、にね、もう何度か、そうなんです、うちの夏の着物とかに合わせて撮影では使用させてもらっております。で、基本的に一応これで今描いてますのは二分式ですね、二分式の洗える襦袢でございます。で、このね、そう、胴の部分は一応綿ですね、綿 100% の生地に、はい、まずこちら、そう、ハミングバードですね、これをこんな感じでね、そう、手書きで描いております。で、このぐらいね、ちょっと鮮やかに描いてるっていうのはやはり理由がありまして、で、やっぱりこの上に実際にはその夏の着物をね、着るっていうのは想定をしておりますので、あえてちょっとこういうね、色目はかなりくっきり華やかに鮮やかにしております。で、まずはこれ上半身はね、一応ちょっとこういう感じで、正面はこんな感じになります。で、そう、裾にね、柄が入れてないっていうのも一応これも理由がありまして、やはりね、そう、実際に着物着ちゃうと上前がね、2枚重なってしまうので、そうなるとやったらなかなかね、その襦袢の柄が見えないっていうところがありますので、あえてこれはそう、胸元の一応このね、鳥さんだけにしております。はい、で、後ろなんですが、一応こういう感じで、そう、背中の方ですね、後ろの方は一応裾の方にも、またね、そう、肩の方とかにも書いております。で、まずそう、肩の方には結構ね、ここはやっぱ映るポイントなので、これも鳥さんが、はい、ちょっとこんな感じで肩の方に書いておりますね。ちょっと可愛いですよね、独特な色合いではあるんですけども。で、一応こちらの方も、はい、お袖のところにこういう感じで鳥さん描いてますね。さりげない感じなんですけど、なかなかね、やっぱりこういう洗える襦袢に手書きで柄を描くっていう発想自体がね、普通やっぱどこのメーカーさんとかでもなかなかないと思います。で、裾もこういう感じで、はい、片方は蝶々、はい、片方こんな感じですね。一応ちっちゃい蝶々がこんな感じでね、一応描かれてます。で、せっかくなんでね、ちょっと実際じゃあ着物を重ねたらどんな感じやっていうのをね、また皆さんに今からご紹介させてもらおうと思います。はい、ということで、今回はですね、ちょっと私の私物のシャアの生地の、訪問着に先ほどの長襦袢を合わせてみました。まずですね、この胸元でございます。はい、こんな感じですね。で、今回その合わさせてもらったこのね、シャアの生地なんですけども、透けてはいるんですけどね、そんなにめちゃくちゃ透け透けの生地ではないんですね。比較的どちらかというと、ちょっと目の詰まった感じのシャアの生地になります。それで、色目がこういうちょっとブルーの中間色で、そうです、下の長襦袢がこんな感じで今映ってます。あとはね、ちょっと後ろ姿の方がね、結構わかりやすいと思うので、そちらの方をご紹介させてもらおうと思います。はい、で、後ろがこんな感じですね。で、ちょっと近づいていきますと、まずですね、結構ね、この肩です。そう、このね、肩の部分の鳥さんは、はい、こんな感じでね、結構透けて映ってると思います。
まあ、やっぱりこれだけね、先ほど言いましたけども、少し目の詰まった生地でも色がやはりこういう薄地になると結構ね、分かりやすく写ってますよね。で、続けてお袖がこんな感じです。こちらもやっぱりね、そうです、色が薄いので、やはりはい、こういう感じでそこそこ透けてるかなと思います。はい。で、あと、まあ、今回裾ですよね。裾の方は若干、あ、でもこう分かりますかね、やっぱちょっと写ってますよね、蝶々が。こんな感じでやっぱり色がちょっと落ち着いた色になるって、これだけ生地の目が詰まってますと、そんなにね、めちゃくちゃ透ける感じではないです。こんな感じですね、大体。で、あともう一は、はい、あ、蝶々もこんな感じでございます。全然見えないことはない。でもまあ、ほんのりと少しこう透けてるっていう感じが、まあ、このね、やっぱり夏の、襦袢の特徴ですね。で、まあ、ちょっと余談ですけども、まあ、私はね、この、そうです、オーガンジーのこのレース、まあ、これはね、そうなんですよ。もう、昔はね、一重、合わせの時期だけとは言ってましたけども、もう最近はね、ちょっとこういう、もう季節方からね、こんだけやっぱそのね、レースの生地だったら、真夏に着るような着物に合わせてても全然 NG じゃないと思います。まあね、レース自体がオールシーズン OK っていう風な感じなので、夏の着物に合わせてもらっても全然いい感じじゃないかなと思います。はい、ということで、本日はね、そう、こちらの、そう、夏のね、手書きの襦袢のご紹介でございました。ありがとうございます。まあね、この手書きのね、襦袢なんですけども、やっぱりね、こう素材であったりとか、やっぱりその生地が例えばローであったり、まあ例えばローで、こういう薄いローであったら、もうちょっとね、透け感が出て下の襦袢の柄はね、結構見えやすかったりします。あとは例えばね、その上に濃い色の例えばローの着物に合わせるとどんなんっていうのは、はい、一応こんな感じで今写真が出てるかなと思うんですけども、結構ね、そのローの生地だと濃い色とかでもね、結構こう目立つ感じだなと、感じではないかなと思います。まあ、この辺はね、やっぱりその上に合わせる着物の色目であったりとか、生地によっても、まあ、そのね、柄の出方がちょっと変わってきたりとかはしますので、その辺はね、またご自身でいろいろ楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。あとはね、やっぱり皆さん、やっぱちょっと少し懸念されるのは、じゃあこういうね、手書きの襦袢って色落ちしませんっていうことをね、気にされるかなと思うんですが、色落ちは端的に言うとします。ただそれが1回とか2回洗っただけで落ちるということは、それはまずないんですね。だん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 、そのまあ手洗いとかで洗っていただいているうちに、ちょっとずつはやっぱり色薄くなってきます。で、まあそういう場合はじゃあどうしたらいいんですかっていうことなんですけども、その場合はまた私の方にまたね、色足しをしてください。まあある意味それもリクリエイトですよねっていう形で、その上からまた色を足すことはできるので、そういう形でしていただいたら全然ね、また色落ちも気にせずに楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。でまあね、ちょこちょこやっぱお問い合わせもあるのが、例えばご自身が持ってはる朝の襦袢であったりとか、それこそ証券の襦袢、まあご自身の洗える襦袢にも書いてもらえませんか、そんなご相談とかももちろんね、させていただきますので、そういうことでまた気になるはる方は概要欄の方に貼っております LINE 公式アカウントの方から、ぜひともね、お気軽にまたお問い合わせの方もお待ちしております。よろしくお願いいたします。でまあね、こちらの方の襦袢の方のお値段なんですが、今回は一応 M サイズです。で一応2部式の方なんで、洗える襦袢でこちらの方で 39,800円でございます。でね、またそういう形でご自身の襦袢に柄を描いてほしいであったりとかっていう時のお値段っていうのもまた別途ご相談になりますので、そちらの方もでよかったらお気軽にお問い合わせの方お待ちしております。あとですね、そう、10日の日のライブ配信なんですが、まあ、その時に私結構目玉商品的なのはやっぱりこう夏一重帯であったりとか、ちょっとね、実はこう全通っぽい帯であったり、あとはバッグですね。バッグの方はちょっとまだ全然ね、ネットの方にも出してないものっていうのを、その時限定の一応ゲリラセールっていうことも考えておりますので、ぜひぜひね、またそのライブ配信、森本さんのね、染色補正森本さんの方のライブ配信の方もぜひぜひチェックの方よろしくお願いいたします。ということでね、本日はこちらの、手書きのね、襦袢のご紹介でございました。またね、今日の動画がいいねと思った方、いいねボタン、コメントなんかもまたお待ちしております。あとはチャンネル登録もね、ぜひぜひまたよろしくお願いいたします。ということで、今日も最後までご視聴の方ありがとうございました。じゃあね。